久米田駅は大阪府岸和田市大町にある西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は JRR38 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては絶対信号機を持たない停留所であったが阪和線運行管理システムの更新に伴い踏切長時間明動対策のために駅前後の信号機が絶対信号機となったため。 停留所ではなくなっている。また保線用の側線が駅の和歌山寄りから各ホーム裏側へ分岐している。これは、もともと当駅が二面四線の退避可能駅で、半和電気鉄道時代より、速達列車の対避を行っていたことと、春期競馬場輸送で臨時列車を運転したり、急行の臨時停車を行っていたためであったが、南海時代に山手線での競馬輸送を取りやめ、 国鉄時代に対比線の機能を泉府中駅と東岸和田駅に集約したため撤去した。駅舎は和歌山方面行きホームの天王寺よりにあり、反対側の天王寺方面行きホームへは古線橋で連絡している。便所は改札内にあり、男女別の推薦式。以前は男女共用であったが、古線橋へのエレベーター設置工事に合わせて、 増改築されバリアフリー仕様のトイレも設置された。泉府中駅が管理している直営駅で IC カード以降下を利用することができる。大阪府東京年間と数字で見る岸和田によると1日の平均乗車人員は以下の通り。駅舎のある東側は駅前から組めた寺の参道となる商店街が東のしている。 西側は田畑や住宅地が広がり、800メートルほどで国道26号に至る。また、国道26号の前後にはかつて、春木競馬場が位置していたため、半和電気鉄道時代には、競馬観客の輸送も行っていたが、これは南海、山手線になったと同時に、取り留めとなり、それを買収した国鉄でも、競馬客輸送を行わなかった。 南海ウィングバス南部が乗り入れるが、駅前バスターミナルが存在しないため、幹線道路沿いの停留所の形で複数箇所に分散している。駅から南へ約300メートル離れている。ありがとうございます。